どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日はインスタグラムで集客ができない時のチェックポイントについてお伝えします。チェックポイントは全部で、でん、これだけあります。はい、ではまず一つ目、投稿編からいきたいと思います。投稿は、まずこの3つ注意してください。映える写真を撮ってないか、自撮りを撮ってないか、日常を上げていないか。まず、インスタ映えという言葉が流行ったようにね、映える写真が大事と思っている方がいるかもしれないですけども、映える写真は大事ではないです。同じように仕事で使う場合はもう自撮りばっかり撮ってもダメですと。同じく日常ばっかり上げてるってダメですね。で、皆さんは何のためにインスタグラムを使っていますでしょうか？集客や売り上げに使っていたいという方は、必ずユーザーの方、届けたい方に対しての価値を伝えていきましょう。いわゆる情報を伝えるということですね。映える写真は、例えばカメラマンの方が映える写真を撮ってるのはいいんですけども、例えばあなたは何かのコンサルタント、カウンセリングの仕事をしている方が、映える写真っていうのは仕事と全く関係ないですよね。それよりかは、例えばパーソナルトレーナーの方とかであれば、自宅でできる筋トレのやり方とか、自宅でできる腹筋の割り方、そういう情報を上げることの方が大事なわけです。つまり写真は関係ない。同じ理由で、自撮りもね、たまに上げるのはいいと思うんですが、毎回ね、この自撮りをどうやーみたいなね感じをしても、あなたのね熱烈なファンの方がいらっしゃればそれは嬉しいと思うんですけども、これから新しく集客をしたいという方にとってはもう見知らぬ人のドアップなんて見たくないわけですよ。正直めっちゃイケメンとかね、めちゃくちゃ美人とかっていうのはまた別かもしれないんですが、僕みたいなね、普通の人がイエーイっていうね自撮りを上げても嬉しくないわけですね。それよりかは今回みたいなような、インスタの集客の仕方とか SNS の使い方という情報を発信することによって、この人をフォローしておこうかなという形になっていくので、そこはね、なかなかインスタから集客できないという方はちょっと注意して、もう一回自分の投稿をねチェックしてみるといいと思います。日常も同じですね。どこどこランチ行ったとかっていうのは、フォローする人とかね、これから集客につながってほしいっていう人にとっては関係ないので、ここはやめましょう。もしね、どうしてもやりたい場合は別のアカウントでやるとか、あとは、そういった日常をストーリーを使って上げていくと。で、いいと思います。で、一つ目、まとめると、共通すると、集客したい人、フォロワーさんにとってのメリットのある情報を投稿していくというのが大事になります。ここだけね、気をつけて投稿していくと変わってくると思います。二つ目、プロフィールを見ても何屋さんかわからない。例えば、プロフィールの名前が英語になっていたりとか、最初のプロフィールの一文を見て何屋さんかわかるとか、もしくはこのアカウントをフォローするメリットが伝わるというのが大事です。ダイエットの仕事をしている人ではであれば、見るだけでダイエットのコツがわかるアカウントですとかね、僕だったらね、SNS 発信のコツを伝えるアカウントですとか、そういったプロフィール名が大事になります。で、これ大事なのは、一目見てわかるということです。なんか説明を、口頭で説明をしないといけないというのは、わかりやすいプロフィールではないです。今スマホでみんな日々ね、すごい情報量にさらされているので、どんどん親指でね、スクロールしていくんですよ。そういった意味では、パッと見て何かわからないっていうのはもうダメなんですよね。パッと見てわからないっていうのはもう飛ばされると思ってしまった方がいいので、まずユーザーさんにとってメリット、あなたが集客したいのはもちろん分かりますし、それも大事なことなんですけども、まずはフォローしたい人、フォロワーさんが見て、このアカウントだったらフォローしておこうかなというメリットが伝わる一文を最初に入れるといいと思います。例えば英会話の先生であれば、毎日英会話の一言フレーズを発信していますとか、そんなイメージですね。続いて、ストーリーズを使いましょう。ストーリー使ってる方多いと思うんですけども、中には、ストーリー全然使ったことないですとかっていう方もいらっしゃるので、ストーリーを使いましょう。いわゆる投稿で多くの人に知ってもらったりとかして、で、ストーリーズで、あなたとフォロワーさんの距離を近づけるという役割があります。もうストーリーズはインスタグラムの中でものすごく大事になりますので、必ずストーリーは活用していきましょう。はい、続いて、四つ目。ストーリーズの投稿がシェアだらけ。はい、ストーリーズにはですね、皆さんがアップする投稿というのをシェアできるんですけども、ストーリーズ使ってるんですよっていう人もですね、たまにいらっしゃるのが、もうそのストーリーズの内容の投稿のシェアだけなんですね。で、投稿のシェアだけって別にフォロワーさんにとっては、助かるって思う人もいるかもしれないですけども、いや、それも投稿で見たしと。で、毎回ストーリー上がってくるのがそれだけだったら、なんかこの人宣伝ばっかりだなみたいな、いう風になってしまいますので、注意しましょう。ストーリーズでは、投稿で伝えられなかった部分とか、投稿の裏側とか、あなたの日常とか、そのパーソナルな部分が伝わるといいですね。ストーリーズの目的っていうのは、距離を近づけるコミュニケーションのツールになってますので、
ぜひぜひストーリーズの、まあ、いろんな機能もありますので使ってコミュニケーションを図っていきましょう。はい、続いて5つ目、ハッシュタグがちゃんと使えていない、ね、ハッシュタグ使ってる人も多いとは思うんですが、まあ、中にはいや英語のハッシュタグしか使ってないとか、あとは例えば飲食店の方の場合は必ず地域名を入れましょう。例えば福岡に住んでる方であれば福岡カフェとか福岡中華、福岡イタリアンとか必ず地域名を入れたりするといいと思います。それが人口が多いところだったら駅名とか地域名とか、もしくは自分のジャンルですね、中華とかラーメンとかお蕎麦とかパンケーキとかっていうのを必ず入れるようにしましょう。あとはもう本当仕事に関係するタグはもう全部入れておいた方がいいですね。全く関係ないタグを入れるっていうのは良くないんですが、自分に関係あるタグをいっぱい入れましょう。まあ、インスタグラムというのはハッシュタグが30個まで入れられます。ですので、ハッシュタグ一つ一つというのは、あなたとお客さんをつなぐ扉になります。その扉が1個より5個、5個より10個、10個よりは30個あった方がですね、集客する可能性が増えてきますので、ぜひぜひそこのタグをしっかり使っていくといいと思います。で、タグも本当何百万とか何十万というタグだと人気投稿に乗れたりする確率というのは少なくなってくるので、まあ、そこら辺も注意しながらやってみましょう。続いて6つ目、ハイライトを使えてない。これハイライト何かというと、ストーリーズというのは24時間で消えるんですが、その消えるストーリーをまとめてずっと出しておくことができるんですね。で、それをまとめられるのがハイライトという機能になります。まあ、このプロフィールの下のところにハイライトってまとめたのが出るんですね。で、インスタから集客をするとか、売上につなげていくという時にはこのハイライトが結構大事です。で、何かサービスを申し込むとか、っていう、まあ、例えばコンサルタントの仕事とかカウンセリングの仕事をしている方がいたとすると、その申し込みをする前にですね、このハイライトっていうのを細かく見てるんですね。特にあなたが販売しているサービスが高ければ高いほどですね、申し込む前に慎重になっていきますので、まあ、その場合にはなるべく多くの情報を出して不安を取り除いてあげるということが大事になります。あなたがやっている仕事の詳しい内容であったりとか、仕事の風景、もしくはお客様の声とか、まあ、お客様が不安に思うことっていうのをいっぱい入れておいて安心できるといいと思います。まあ、僕がね教えてる人の中にもこのやっぱハイライトを上手に使って、集客につなげてる方が多いです。もうハイライトをもうめちゃくちゃ気合い入れて作ってる方が多いですね。まあ、これはいわゆる動くブログみたいになるので、まあ、すごいこうリアリティもあって説得力があります。で、本当で10万以上の単価のサービスの方とかはやっぱりお客様に聞くと、いやハイライトもう隅々まで読んできましたという方が多いです。ですのでこのハイライトをしっかり使っていきましょう。これ逆に言うとハイライトをしっかり使えるようになると、単価の高いサービスも売れるようになります。ぜひぜひ使ってください。ということで駆け足になりましたが、インスタグラムで集客ができない時のチェックポイントをお伝えしました。もう一回まとめるとこちらです。まあ、大事になるので覚えておきましょう。今回は集客にできない時のチェックポイントになります。またインスタのフォロワーを増やす方法とかストーリーズの活用方法っていうのは他の動画でも紹介してますので、まあ、概要欄ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、僕のチャンネルではこういった SNS の発信の方法とか、そこから集客、売上につなげていく方法っていうのをお伝えします。いいなと思った方はグッド評価、またチャンネル登録しておくと最新の情報を吸収したりすることができますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。